では早速谷川イベントプロデューサーより、一夜明けての総括の方をお願いいたします。今本当司会の渡辺が言ったように本当に連日ありがとうございました。おかげさまでですね、ドリームはすごい桜庭選手のいい試合があり、そして昨日は KO の連続でですね、本当にいいイベントになりました。その中で、ジョルジオ・ペトロシアンというですね、イタリアの、そして今年初めてマックスに参戦した選手がですね、圧倒的な強さを見せて、優勝したという新チャンピオン誕生ということで、誠に、本当に、いい大会になったなというふうに、思っております。ペトロシアン選手、本人に聞いてもらいたいですけど、全く無傷で、優勝したかなと思ったら包帯してまして、でも攻撃で、負傷したみたいで、やられたわけではないというだと思うんですが、私が、K1MAX やりまして、もう間もなく本当10年になるんですけども、この10年の中で一番本当に強い、チャンピオンが誕生したなというふうに思います。こんなにダメージを受けないで勝つ、しかもですね、まだ穴が全く見えてないというですね、大抵ブアカオはこんなところがダメなのかなとか、クラウスはこういうところがダメなのかなとか、サワーはこういうところがダメだな、マサト選手ももちろん弱点というのは、負けたりなんかしていくつか見えたりなんかしてるんですけども、ペトロシアンに関しては、全くそういうところが見られないということ ですね、本当はすごいなという、すごいチャンピオンが出たなと思います。僕は前回の一夜明けでですね、ペトロシアン選手に苦言を呈して、非常に試合が面白くないというですね、本人にも言いました。これは、だけど昨日の試合を見る限り本当に K1 スタイルというかですね、倒しに行くようなスタイルに変化してますので、これからチャンピオンとして望むことはですね、やっぱり相手に触らせないで勝つということではなく、相手を倒す、やっぱり文句なく強いんだというチャンピオンを目指して、強いだけじゃなくて人気のあるチャンピオンになってもらいたいなというふうに思います。で、昨日ちょっと話したんですが、マサト選手とずっと一緒に解説をしてまして、マサト選手に、試合前にですね、どうする、今日選手決めるって言ったら、っていう感じだったんですけど、見てる間にですね、やっぱ流れの中でやっぱ一番強いやつがいいですねっていう気持ちになり、それでペトロシアンが勝った瞬間ですね、僕はワンクッション置いてですね、アンディ・サワーにも勝ってないってこともあるし、アンディ・サワーはブアカオに結構やられてたんで、そういう意味ではペトロシアン選手と比べるとダメージが大きかったんで、そういうことも加味してですね、もう後日、慎重に考えることもマサト選手にちょっと促す意味でちょっとワンクッション置いて考えてみたらって言ったら、マサト選手はやっぱ男らしいなという、ここはやっぱ本当マサト選手すごいなと思うんですけど、いや、やりますよっていう、ペトロシアンでやりますよということで、じゃあリングに一緒に上がろうよということでですね、いや、じゃあ分かりました、ちょっと自分で指名しますっていう感じですね、感性で即決で決めました。後悔してなきゃいいなと思いますけど、それほど僕ね、正直言って、アンディ・サワーだったらばマサト選手の引退試合12月31日はですね、僕頑張って多分勝てるかなっていう気がしてました。そういうなんかハッピーエンドで終わる、武蔵選手もやっぱり武田選手も、正直言って武田選手も昨日力を衰えてまして、勝てるという気はしなかったんですけども、そんな中で正人は強いままやめていくんで、勝って有終の美を飾るんじゃないかなと思ってましたが、もしこんな強いチャンピオンと戦ったら本当に危ないというふうに思います。ただ、ペトロシアン選手も正人選手も言いたいことは、本当に決着がつくような悔いのないような、試合をしてもらいたいなと。ペトロシアン選手にとってもこれが最後のマサト戦なんで、
自分が新しい時代のマックスを担っていくんだっていうことだったら、あの正人選手をどうぞ KO してください。KO しないとダメだと思います。あのペトロシアンがで正人選手も、まあ、最後男の意地を、見せてください。なんか判定で、なんていうんですかね、どっちが勝ったか分かんないなっていうようなあの試合にならないことを望んでます。もうとにかく、ペトロシアン選手に望みたいことはもうあの新時代のマックスのチャンピオンとして正人選手を KO すること。で正人選手に関しては思うことはこの強いチャンピオンに対して頑張ってほしいなっていうふうに思うだけです。まあそんな感じで正人選手がもう独特の感性で腹を決めて、あのやるって言ってますんで、大晦日のメインイベントは正人対ペトロシアンで、行きたいなというふうに思ってます。まああと余談ですが、正人選手はあの帰り際にあのインフルエンザの予防接種が早く受けたいんで何とかしてもらえませんかとか言ってましたけど、まあ、なんか体調万全にして臨むつもりだと思います。まあ、その辺は大丈夫だと思いますので、ぜひとも本当大晦日期待してください。でちなみにですね、マサト応援シート VIP 席、発売しましてですね、限定40で、10万円の席を売ったんですが、わずかあのこの試合前ですね、わずか、10分ぐらいで、即完売。それで、急遽追加して100席作ったんですが、それもあっという間に、即日完売してしまいました。この今の格闘技の状況から見ると本当恐ろしい、売れ行きっていうかですね、なんで、もし本当に、埼玉スーパーアリーナ、僕、久々に3万5000人バージョンっていうところでやるんです、スタジアムバージョンでやるんですが、チケット完売すると思いますんで、まあ、本当にお早めにお買い求めていただければなという、まあ、あのペトロシアン選手はちょっとまだ日本に来て1年も経ってないんですが、そんな中で、もしこの試合を受けるんだったら、メインイベントでやるんで、どうぞ、日本中にですね、ペトロシアン選手の名前を売る、絶好のチャンスだと思いますんで、まあ、手を早く直してもらっていい試合をしていただきたいなというふうに思う次第です。まあ、以上ですけど、本当は武田選手もいい本当引退試合になりましたし、ちょっと次元オツは一からやり直さなきゃいけない、何でしたっけ、渡辺君もやっぱりあそこは勝たなきゃいけない、まあ、いろんなそれぞれの課題はありました。佐藤君と木戸君はちょっと一皮めくれたなっていう感じが、正人君も解説で俺がいないとこうやってみんな頑張るんですよと言ってましたけど、まあそういう意味では来年も、いろんなドラマが続くと思いますので、その主役になれる、なるべくペトロシアン選手も大晦日頑張ってもらいたいなと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、ペトロシアン選手から一夜明けて現在の心境の方。はい、まあ intanto posso dire che sono molto felice perché ho festeggiato fino stamattina e non ho neanche dormito così felice. Sì, ho dimostrato il mio stile, come sempre detto, spero che piaccia al pubblico, perché è uno stile particolare, no? Però non voglio sicuramente fermarmi qui, voglio, primo anno ho dimostrato così, però voglio sempre fare il meglio di me.大変もう今嬉しさでいっぱいです。昨日は、今朝までずっとお祝いのパーティーをしておりまして、私一睡もしておりません。それぐらい喜びでいっぱいです。
これまでいつも言ってたんですけれども、今回私の戦うスタイルを見せたと思います。で、皆さんがこのスタイルを気に入ってくれたらいいなと思ってます。特別な、ちょっと私のスタイルっていうのは特別だと思いますので、皆さん気に入ってくれてたらいいなと思っています。そして私はここで、止まるつもりはなくて、まだまだ今回初めてですし、もっともっと強くなっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移りたいと思います。